三上奈美のベトナムランパンへようこそ。本日はホーチミンのビンタンインクにやってきております。今日はここで中華風のミンワンタンを食べたいと思います。それではいっちゃおしんちゃん。このお店です。三上奈美のベトナムランポ、今フーティウミンワンタンを頼みました。あ、フーティウの麺がまさかの太麺。この屋台もかなりいい感じです。また、うん、お次はミートワンタンを湯がきます。上にチャーシューが乗っていてワンタン、そして麺は黄色いミートフーティウ。この時間は太めのフーティウですね。前夜来た時は細かった気がするけど、はい、これのミックスにしました。おいしそう。それではいただきます。優しい味、すごくおいしいです。ホッとする。ちょっと席移動しました。ピーナッツの入ったスープがなんか優しい感じで、すごいシンプルな味わいでとっても美味しいです。ちょっと一回そのまま食べてみようかな。ミックス麺、初めの状態だと割と食気はそんなに多くない感じですね。チャーシュー、うん、あ、チャーシューにちゃんと食気があるから結構そのまんまでもいいかも。身のコシのある感じとフーティウのもちもちした感じがとってもあって美味しいです。ワンタン、ワンタンもいっぱい入ってる。私このお店本当にベトナム住み始めた頃からよく来てて、で夜遅く本当深夜にやってるんですよ。なので飲み歩いた後になんか締めのラーメンならぬ締めのフーティウミンを食べたいなと思って結構ここに来たりしてました。相変わらず美味しいです。夜は主におじさんたちが働いてます。ここね、味変タイム。ちょっとお酢入れてみます。赤酢、すごい綺麗な赤色になった。あ、うん、さっぱりして美味しい。合うよ。もうちょっと入れちゃおう。お椀がピンク色に染まって可愛いですね。うん、おいしい。お酢も合う。あとこの辛いやつ入れてみます。チリが入ってこんな感じに。ベトナムのラー油かな。美味しい。どれも合う。あ、これはベトナムのお醤油だね。ちょっと入れてみよう。何でも入れちゃう。
けど、お酢がさっぱりしてて美味しいかも。特になんかここはちょっと中華系のお店なんですよね。完全なベトナムの麺っていうよりは中華な感じがする。まあ屋台のね雰囲気とかからもそれが出ておりますが、ちょっと中華風を楽しみたい方にもとっても良いお店だと思います。もう一個なんか醤油ではなさそうな粘度が高そうなソースがあったんで、ちょっとつけてみたいと思います。とろっとしてるからワンタンめがけてつけちゃった。いただきます。甘い味噌みたいな感じ。前にシンガポールチキンライス食べた時のあのとろっとした醤油みたいな感じかと思ったら、それともまた全然違った味でした。調味料入れたら最初とは全然違うスープの色になりました。美味しかった。ごちそうさまでした。ちなみにこのお店メニューとかはないんですけれど、まあ、私はもうほとんどこのフーティーミーワンタンしか食べませんが、他にもなんかエビとかね、あとね魚の団子かなとかもあったので、なんかこれ食べたいって指差しで言ってみたら頼めるかもしれないですね。まあ身だけか風球だけか、あとあの今回はヌックですね、スープに入っているものに頼みましたけど、こうと言って乾いた状態の麺も頼むことができるので、また違った感じのものが食べられます。よかったら試してみてください。でまあお昼に来るのもいいんですけど、私はとにかくお酒飲んだ後にちょっと一杯食べたいなっていう時に来るのがすごくおすすめなので、ファンビッチャンエリアがすごい近いのでね、ファンビッチャンでなんかお酒飲んだりした後になんかちょっと小腹空いたなっていう時はぜひ来てみてください。というわけで本日も三上奈美のベトナム乱歩ご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい、また会いましょう。バイバーイ。このうち英語が喋れるので、ちょっとベトナム語だけだと不安な方はお姉さんに我慢って持ち込みらん。 OK、 我慢我慢って、バイ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 。